そしてフロントロー2番テグイットカー、絶景ナンバー16番コマタリと、3番テグイットカーのスタートは絶景ナンバー99番佐藤治、4番テグイットカーのスタートは絶景ナンバー15番今野翔吾、5番テグイットカーのスタートは絶景ナンバー77番鈴木恵、6番テグイットカーのスタートは絶景ナンバー7番吉野大吾、7番テグイットは絶景ナンバー21番千田龍久、8番テグイット絶景ナンバー88番浜辺正樹、9番テグイット絶景ナンバー5番斉藤翔吾、10番テグイット絶景ナンバー33番吉田光大、そして11番テグイット絶景ナンバー10番三浦拓磨、12番テグイット絶景ナンバー58番鈴木優太、そして最後尾となります13番テグイットカー絶景ナンバー34番岡澤敬吾となります。さあ岡澤も車両を復帰しましてです、復帰しております。おっと、ああこれは隊列で、止まりました。フォーメーションラップでこれはちょっと急ブレーキがあったでしょうか、接触がありまして58号車鈴木優太がハーフスピンをしています。そして6コーナーでも1台スピンをしている車両がありますが、これも自力で復帰はしています。さあフォーメーションラップですが、もう1周のサインが出されました。さあね、いきなりちょっとスローダウンしました関係で、そこにぶつかっていってしまった、そんな様子に見て取れました。さあ対通復帰が間に合うか、77番鈴木恵夢、さあフォーメーションラップ2周目、ここからタイツが徐々に整っていきます。さっきはねちょっと急ブレーキがありましたからね、どうしても避けきれずというところありましたが、さあここからやはり、ペースをかなり落としてトップ古川楓がこの隊列を引っ張ります。さあ隊列が立ち上がってまいりました。今回は綺麗に揃ったでしょうか。隊列を引っ張るのは古川楓。さあ綺麗にコリドーライン入ってまいりました。さあ鈴木恵のこのポジションも綺麗に開けて、21号車千田龍久絶好のポジション、さあ綺麗にスタートいたしました。コマ60クラス予選第2ヒートはスタートしています。さあトップは古川楓。古川楓で1コーナー2コーナー綺麗に抜けていきました。さあそしてその後ろ2番手もこれはポジションの変更はなしということになるでしょうか。さあ小又理人が2番手、ここも変わらずということになります。さあ古川楓がトップを守る、そしてその後ろ小又理人もポジション通り2番手を維持しています。そして3番手には今野が上がってまいりました。今野翔吾、やはりまあ今回もこの4台になるんでしょうか。今野翔吾、そして佐藤治、この4台が1位争いという形になっています。さあ4台パック1位争い、古川楓を先頭に、その後ろに小又理人、今野翔吾、鈴木治と続きます。さあ一番手争いがこの4台ということですが、ゼッケンナンバー7番の吉野大吾もこの一番手争いにもう少しで加わっていける、そんなポジションです。そしてそれと同じくして浜辺正樹もこれ一番手争いに加わっていけるでしょうか。さあそしてその後ろ少し開けまして、21号車千田龍久が走行、その後ろは33号車の吉田ということになります。さあ岡澤はなかなか上がってこれない、スピードのあるドライバーではありますが、今日は最後尾からのスタートということで、まだエンジンの調子が悪いんでしょうか、タイムトライアルは参加できずということになりました。
さあトップは古川楓、しかしその古川楓に6コーナーでインに入りました小俣里斗。さあ小俣里斗がインに入りましたが古川楓アウトで耐えました。そしてモナコでは古川楓が前。さあ古川楓、小俣里斗、そして今野翔吾、佐藤治、ここは入れ替わりなし。そして7番の吉野大吾がポジションを大きく上げてきたか、5番手に浮上しています。さあ先頭は古川楓、そして小俣里斗がまた1コーナーで仕掛けます。さあこれは前に出たか、そしてトレインで、そのまま今野が2番手に上がりましたでしょうか。さあ相変わらずこの今野は周りの洞察力が非常に優れています。冷静に冷静に、そして1つずつポジションを上げていく、それがこの今野翔吾でしょう。さあ今野翔吾は現在2番手、そして今野はこの1コーナーもちょっとイン側を走りまして、古川楓がインに入ってくるのを防ぎました。さあトップは小俣里斗ということになりました。さあ小俣里斗が6コーナーで仕掛けましてきれいに前に出ました。そして小俣里斗、その後ろに今野翔吾と続きます。古川楓はポジションを2つ落として3番手、そしてその後ろ佐藤治がこの後ろに続いています。さあ佐藤治もこれ1位争い加わっています。さあそして5番手もこれは非常に仕掛けたそうな動きをちょっとしていますが、さあこの5番手のドライバーは、5番手は吉野、そしてその後ろに浜辺ですね。さあ浜辺がさっきから右に左に動きましてプレッシャーをかけているのか、自分のポジションをつかめないのか。さあ浜辺が前に出たそうですが、吉野はこれを守りきれるんでしょうか。トップは古川楓がポジションを1つ上げまして2番手に復帰しました。先頭は小俣里斗、そして2番手が古川楓、そして古川が6コーナーで仕掛けそうな動きを一瞬見せましたが、ここは抑えました。ザレースは今5周終了して今6周目を走っています。トップは小俣里斗、そしてその後ろに古川楓、そして今野翔吾は1つポジションを落としました。そしてその3台を冷静に見守っているのが佐藤治ということになります。さあそして5番手の 浜辺が、これポジションを上げましたね。5番手に浮上しています。さあ2つ目のグループのトップを今走行しているのが浜辺ということになります。これ入れ替わりがありますね。浜辺と21号車千田龍空、この2台が5番手争いをしています。さあ千田龍空、自分のポジションが見えないか、抜きたい、そんな素振りがありましたが抜ききれない。そして6コーナーで1台車両が止まりました。自力復帰はしています。さあファイナルラップ、先頭集団はここからファイナルラップに入っています。さあファイナルラップ、ファイナルラップ1コーナーで古川楓が少し接触がありました。そして小俣里斗は逃げた。さあアウトラインで頑張っていた古川楓が接触があり、これはポジションを落としたでしょうか。16号車小俣里斗が現在トップ、そしてその後ろ佐藤治が4番手から2番手まで上がってきました。さあ2番手に上がってきました佐藤治、そしてその後ろが古川楓、今野翔吾はこのモナコにかけたい、そんな動きがありますが、これは古川楓が2番手に上がりました。なんとモナコで綺麗に差し返しました。さあ今トップはチェッカー16号車小俣里斗、そして2番手には古川楓、なんとなんとモナコヘアピンで綺麗に抜き返しました。さあ古川楓、最終ラップで1コーナーから2コーナーの間で少し接触がありポジションを落としましたが、なんとそれをモナコヘアピンで綺麗に抜き返しました。古川楓が2番手チェッカー、そして3番手には佐藤治、4番手には今野翔吾ということになりました。そして5番手にはなんと接戦の末千田龍空がチェッカーを5番手で受けています。さあ千田龍空と
これ浜辺まさきが5番手争いをずっとしていましたけれども、最終的なチェッカーは千田龍空が前で受けています。そしてその後ろ7番手では7番手では5号車がチェッカーを受けています、斉藤翔吾。そしてその後ろが33号車吉田ということになりました。